山崎安西水化神道は、江戸時代前期に山崎安西が提唱した神道説。吉川神道や伊勢神道と並ぶ樹化神道の一つとされる。日本初期の研究にも関係があったとされる。水化神道は、吉川神道をはじめとする神道の諸教説を学んだ山崎安西が、吉川神道の流れをさらに発展させ、朱子学、音明学、 疫学をも取り入れた神道の集大成として完成させたもので、道徳性が強い内容となっている。臨在宗の僧侶であった山崎安西は、その後儒教を学ぶが飽き足らず、渡来信義及び大中富成長から伊勢神道を学び、ついで吉川惚樽に支持し、吉川神道の奥義を伝授された。スイカとは、この時、惚樽樽が安西に送った号である。 山和姫命よきの神水木紀頭ため先名画も正直、日本の極に由来する。水化神道は、アマテラス大御香に対する信仰を、大御神の子孫である天皇が統治する道を神道で、あると定義づけ、天皇への信仰、真樹の合一を主張し、尊老思想の功用をもたらした。また、人間の鷹を最も大切な特文とし、鷹を全うすれば、 天地と合一できる天神唯一の理を唱えた。この高氏の実践行為とは正直であるとした。水下神道はその内容から尊老思想の思想的バックボーンを形成することとなり、水戸学の尊老論や国粹主義思想に大きな影響を与えた。また、この系譜から竹内式部や山形第二のような熱烈な尊老化が出た。宣言、詐も 儒教的大義名分論から尊老論を唱えた。やがてそこから日本主義イコール国学の流星をもたらすこととなった。AB 全国歴史教育研究協議会、日本史 BEO50、A 兵器山川出版社、2009年、改訂版。日本初期の誕生、編纂と需要の歴史から編集、遠藤慶太、川内春人、関根敦史。 細井広史、川内春人による本文抜粋。オールレビューズ、2021年1月3日閲覧。AB 日本史用語研究会、筆形日本史用語実況出版、2009年、4定番。伊藤聡、新党とは何か中央公論新社、中高新書、2012年。ありがとうございます。